株式会社 MG の北村です。こんにちは。本研究のテーマは超繊維強化熱可塑性樹脂を用いた軽量高強度化技術の開発と金属代替製品への応用です。本研究はこの3機関の共同で行いました。ちなみに弊社 MG はプラスチックの射出成形加工を行っている会社です。本研究の背景ですけども、自動車や家電、OA 機器、空調機などにおいて、軽量化による、燃費の改善や、省力化のニーズがある中で、その解決手段として金属部材の、樹脂化による代替製品が、求められています。よいしょ。本研究では、超繊維複合材料を使った、樹脂化を行っております。ただし超繊維を使った場合の、欠点として、このゲートとゲートの間に樹脂が合流する地点にウェルドというものができ、ここで繊維が強く配合してウェルドの強度が極端に落ちるという欠点がありました。本研究ではこのウェルド部分の繊維の配合をこのような手法を用いて乱すことによってウェルドを拡散させ、ウェルド部分の強度を向上させることができました。その結果、開発前の状態のウェルド強度に比べて、本研究の成果として、5倍以上の強度を、達成することができました。で、本研究を使った、応用例の一部ですけれども、炭素繊維を使った、ということで振動減衰、軽量、高強度化を生かした小型発電機のブレードとか、最近注目されている飛行物体のドローン、これの軽量、高強度化、あるいは150度の耐熱という環境を生かしたエンジン部品。で最後にリングの形状ができるということで液晶の端末などのこういう枠を、成形することができるという、ことの方に応用できると思います。最後ですけども、株式会社 MG の方の各拠点についての代表的なものを紹介します。はい、以上です。